田中が昨日の放課後ふざけてこの教室の窓ガラスを割っただが悪いのは田中だけじゃない その場で一緒にふざけていた佐藤と吉田にも責任がある3人とも1週間校庭の草むしりだはいそして田中のミスはクラスのリーダーである学級委員の責任でもある連帯責任で学級委員の2人も校庭の草むしりだ 2>, 2人ともごめんそして田中のミスは田中の所属してる4班の責任でもある連帯責任で4班全員校庭の草むしりだ連帯させすぎじゃないですかその場にいたやつまでにしませんそして田中のミスは同じ列の1号車の責任1号車 1>, 1号車全員校庭の草むしりだあんま列で連帯責任とかないですよ班と列 クラス全員とかにしませんそして田中のミスは田中の彼女の責任。彼女,彼女も皇帝の草むしりだ。他校の彼女なんですけど、彼女2駅離れた女子校の生徒なんですけど、そして田中のミスは田中の家族の責任。家族田中家全員皇帝の草むしりだ。大人も草むしりですか親までも、二親等までだ。祖父母まで。